少年、前に話したが、これがその日じゃ。うん。わらわが言っていたのはこのことよ。この江戸で魔物を追い返してしまう。これがやりたかったことじゃ。そうすれば、人類と魔物の300年に及ぶ戦いがなかったことになる。おそらく、魔法使いもすぐに生まれなくなる。何より、わらわの体に霧が入り込むことがなくなる。あのな少年、わらわは今、後悔しておらんのよ。300年生きたおかげで、魔物との決着を見ることができた。300年生きたおかげで、アイザックとの約束を果たせそうじゃ。そして、300年生きたおかげで、お主やカンダームの者と出会えた。満足しとるよ。じゃが、それでもな。それまでが地獄であったことに変わりはない。いつも考えておった。もし魔物が裏なんだら、もし霧が入り込まなんだら、アズマ村の愛として、平和に一生を終えることができたなら、その人生を選ぶことができたなら、わらわはそれを選んだじゃろうと。ああ、わかっておる。この時代を救ったとて、我らが変わるわけでもない。じゃがな、転校生。あまたある世界のどれか一つでいい。江戸時代に寿命で死ぬわらわがおっても、よかろう。わかっておる。お主を利用するつもりじゃ。武蔵が相手では、わらわではかなわんからの。リゼットの残りがを持つお主を連れてきたのは、そのためじゃ。さよう、説得よ。お主に霧の魔物を説得してもらいたい。魔物と意思疎通ができるお主に頼みたい。ここを救おうとするのは、わらわのエゴじゃ。わらわのエゴに、お主を突き合わせておる。意思疎通の結果、命の危険があるやもしれん。ここの魔物は、我らのことを何も知らんゆえな。じゃから、断ってもよい。お主がやりたくないのなら、わらわには強制できん。こればかりはな。わらわにできるのは、ただ伏して願うだけじゃ。そうか。礼を言うぞ。そうと決まれば、魔物の本体まで行く必要がある。さあ、押し寄せる雑魚どもは、わらわに任せておけ。わらわ一人で、万の群れを相手にしてやろうぞ。お主を必ず、本体に合わせてやる。そして、何があっても、お主のことは守ってやるからの。ありがとう、少年よ。終わったならば何でも言え。今度は本当に、好きにしていいぞ。